お疲れ様でした。疲れたよ。疲れた。いや大変だね。全部であれ何回やったんだっけ。8もやったんだ。233でしょ。233で8ステージ。なんかどれ見に行った。行けなかったんですよ。あれなんかもう勉強するの、なんかみんな赤点がどうとかって。なんかざっくり言うと授業方式の、うん、朗読みたいな感じで、うんうんうん、お客さんが赤点取ったから補習に来たよっていう体の物語構造。いやなんかぶっちゃけ思ったのが、稽古もちゃんとしてたじゃん。みんなさ稽古したらさセリフ覚えちゃうんじゃないって思った。正直ほぼ覚えてました。覚えてたけど、うん、朗読劇だからこういうスタイルが美しいだろうってなって、うん、結構こうしてた。そうなんだ。あとなんか動きもあるんですけど、うんうん、基本本を読んだまま長ゼリのところとかは正面を向いて芝居をしなきゃいけないので、本がないとサワサワしちゃう。そうそうそうなの。本がないのに相手ここにいるのに、そううんぬんかんぬんうんぬんかんぬんはちょっと寒い。すごいサワサワしちゃうから本が欲しいって。なんかパンジーもそのあの覚えちゃうけど、でもなんかそれをあの本何ページか分かんなくなるからちゃんと追っとかないといけなくて、めっちゃ難しかったって言った。なんかね覚えて調子に乗って、うん、次なんだっけってなる。そっか、それちょっとやばいもんね。今どこ今どこというところで答え合わせ来てます。じゃあ新たなタイミングが見ましょう見ましょう。何、はい、これ何でしょうね。いきます。ドン、うん、レッツゴーレッツゴー。ルル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 ル。はいはい、お、はい、あれですよ。来た。何にかけたかもうすでに忘れちゃったね。ジラさん、嘘あげなかったんかい。ちょうだい、なんかちょうだい、なんかあげろよ。ちょうだいよ。やだ、何もあげなかったの。ちょっと待って待って待って、マジ。はい、待って、私なんだっけな。はい、さあ待ちに待った答え合わせの時間が来ました。し、はい、正しい未来はプレゼントしないだったよね。マジかよ。11月19日土曜にペルーで日露首脳会議、はい、あ、会談が行われましたが、はい、安倍首相からプーチン大統領に何らかのプレゼントが贈られたというほどはありませんでした。これまでにプレゼントが贈られた時には記者の前で受け渡しが行われ報道されていることから、今回は報道が一切なかったことを思ってプレゼント自体贈られなかったものと判断します。よって正しい未来は7、プレゼントしないとなります。来月にはプーチン大統領が安倍首相の、故郷である山口を訪れることになっています。ね、そこではプレゼントが用意されているかもしれません。なるほど、なるほど、ね、来てくれたらさ食べ物も出せるもんね。うんうんうん、とはいえお箸ぐらいあげたらいいと思うんだよ、ね、びっくりした。いや、またすぐ来るから、またすぐ来るから今回はみたいなことなのかな。なるほど。あ、じゃあそっちでちゃんとおもてなしをする。いや悔しすぎるわ。いや、あげると思うじゃん。てか俺だったらあげるわ。ね、てかなんかこんなに結構いろいろさ何あげるとかってさ、うん、あってさ、うん、塗り物とかあるじゃんか、うん、なのにすんのね、ここだけめっちゃ面白いじゃん。プレゼントしない、やば、悔しい。あ、でもレートちょっと高めだったんだね、プレゼントしないね、うん、あ、でもさこれきっと、うん、みんなが倍率めっちゃ高くてかけた感じじゃない、うん、あー、なるほどね、うん、ちょっと忘れちゃったけど。いや、久しぶりにスポンと外したな。面白いね。